はい、おはようございます。2008年12月4日今朝も始まりました MC 島のモーニングコンシルジュでございますけれども、早速今朝の明るい話題に行きましょう。こちら、クラスター爆弾禁止条約に署名ということでですね、クラスター爆弾というのは一つのこう爆弾の中からちっちゃな小爆弾がね、どん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 とこう出ていって、それでいろんな人をこう殺傷してしまうという、まあ、深刻なまあ爆弾ではあるんですが、それの禁止を、3日の日ノルウェーのオスロで、100カ国、まあ、それ以上の国が集まって、まあ、使うのやめよう、作るのやめようじゃないかという、まあ、条約があったということです。で、何が一番問題かというと、戦争の時使うだけではなくって、その不発弾がそれなくそうと処理した時にボーンって爆発してしまって、それを処理しようとした民間の人たちがたくさん亡くなってしまうという事故がね、もういろんなところで起きてしまっているわけです。そういったものをこうなくしていこうということなんですが、アメリカとかロシアとか中国のように、それを今でもねたくさん持っていたりとか作ったりとかしている国が、ね、それに署名に参加していないんで、少し問題もあったりとかします。まずはもう第一歩ということでね、全面的にそのクラスター爆弾だけではなくって、世の中から武器と言われるものが全てこう消えていったらいいなというふうに島としては願っています。さあ続いてですけども、質問コーナーです。よくこれ女の子から受ける質問なんですけどね、なんで男の子はエッチなことしか考えないの、もうキモいキモいっていう、まあ、中学女子からの質問ですけども、まあ、最初に弁明しておきますとですね、決してエッチなことばかりだけしか考えてないわけではありません。ただ単純にその話をね、もう下ネタ言うみたいに楽しんでしまうところはあるのはもう認めます。男の子を代表して、ごめんなさいでございますけども、なぜ中学ぐらいにそういうことがよく起きるのかというところで、こちらですね、女の子の方が先に大人になっていってしまうわけです。体の作りとして小学校の高学年ぐらいからどんどんと大人の体になっていく準備が女の子の方が始まります。ところが男の子の方が少しそれよりも遅いんですね。中学校の、まあ、2年生ぐらいかな、そこら辺のところを境目にして、どんどんと大人の体になりつつあるわけなんで、大人初心者といいましょうかね、どうしてもこう習いたてのことをみんなに言いたくなっちゃうのと一緒で、そういうのに興味を持ち始めているところなんで、みんなに言ってしまうというのがまず一つの大きな原因ですね。これ反省点。それとその下のところですけども、男の子の方が単純であるということで、思ったことをこうすっとね、口に出してしまうことが多いのが男の子なのかなというふうに思っています。これも体つきにも関係してますよね。女の子の方がどちらかというと、まあいざという時に受け身にならなければならない体になってるわけでしょ、ね、それに対して男の子の方が攻めのような体になっちゃってるわけですね。ということで、女の子の方がいろんな面で慎重に考えていく、そういった癖は体つきからもできていくんですが、男の子の方が、まあ、単純おバカちゃんになってしまうところがありますんでね、まあお互いにそういうところもあるんだなというところをまずは理解することがその第一歩かなと。まあ男の子の方は女の子の前ではね、そういったお話をちょっと控えるとか、まずはまあそこから始めなきゃいけませんし、まあ女の子の方はね、まあ、そういった男だけど可愛いところもあるわなぐらいな感じで、一つ上のね大人的な目線になってもらえるとうまくいくような、そんな気もします。今朝もねたくさん質問、答えてまいりましたけども、皆さんからの質問もお待ちしております。ありがとうございます。